皆様こんにちは。ボケ日和の著者で認知症専門医の長谷川でございます。本日はですね、ペットは何を飼うと認知症リスクが下がる、ペットは何を飼うと認知症リスクが下がるというお話をさせていただきたいと思います。年齢を問わずですね、本当にペットを飼っている方はたくさんいらっしゃいます。実際統計をとってもですね、だいたいペットの飼育率っていうのは全体で17.4%、だから5件に1件、2割ぐらいの方は何らかのペットを飼っていると。でそのうち、犬が 9.3、猫が 8.9 ですから、それぞれ10人に1人ずつ弱ぐらい、犬や、猫を飼っているんだなということなんですが、そんな、ペットの飼育なんですが、実は認知症のリスクにもですね、影響を及ぼすようであるわけなんですね。で実は東京都のですね、健康長寿医療センターが、いろいろ測ったわけですね。疫学調査をしました。大体、65歳から84歳の方を対象としてですね、認知症になった人の割合を調べた。でその中で、犬を飼ってる人だとか猫を飼ってる人だとかみたいな、飼育者 で発症リスクがどうなるかなということをやったらですね、なんとですね、犬を飼っている人はですね、認知症リスクが4割低くなったんですよ。すごいと思いません？4割ですよ。だから、どうも犬を飼うということはですね、認知症にはとても予防にはいいんだということなんですね。で、大体皆さんもイメージでつくと思うんですけど、なんで、認知症のリスクって減るんだろうかっていうことになるんですけども、まず第一はもう明らかに運動習慣ですよね。もうさすがに犬を飼いっぱなしっていうことはないから、散歩しないわけにいかないわけであります。で、医者は患者さんには言うわけですね。健康のために、歩きましょうっては言うわけなんだけど、なかなか皆さん、自分一人のためでは歩けないわけですね。ただ、それが犬だとですね、犬自体がですね、キャン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 言いますから、そうすると連れていかないといけない。実際僕の外来の患者さんなんかもですね、犬のためにですね、朝晩ちゃんと30分ずつ、散歩をするって方もおられるしですね、犬を2匹飼っていて、で、一緒に散歩するとですね、喧嘩するもんだから、それぞれ30分ずつ、朝晩、1日2時間だと散歩してるのみたいな、なんて優しい、飼い主の人っていうのもいるわけで、もう間違いなく運動習慣が、認知症予防につながっているんだなと思います。あとそれと同時にですね、やはり社会参加にもなるんですね。僕も犬を飼ってたことがあるんですけども、変だし、街中で例えば休みの日に公園にいて、僕みたいな男が一人いても誰も話しかけてくることはないし、逆に僕が話しかけたら気味がられるんですけども、変だし、犬が一匹いるだけで、会ったこともない人と、あ、何々ですねって犬の犬種行って何歳ぐらいですかとか、いろいろ会話ができてくる。でそこにコミュニケーションができて、また大体同じように散歩をするもんですから、また次の日に会うと、あ、誰々さんですね、今日も元気でみたいな感じで、コミュニティができる。だから本当に散歩一つとっても、犬がいなければ散歩に出ることもなかなか大変なのに散歩に出ることができる。さらに一人で散歩してたってコミュニケーションなんか、コミュニティはできないんだけど、犬が一匹いるおかげでいろんなコミュニティができるという意味ではですね、あ、なるほど、考えてみればですね、犬を飼うことによって認知症のリスクが4割減るなんてことは、もうすごく当たり前なんだなということがわかるわけであります。ただ一方でですね、じゃあ、犬に対して猫はどうなんだ。大体犬が 9.3%、猫が 8.9% だから、ほぼ同数、猫を飼っているわけなんですが、残念ながら、今回の、長寿医療センターの、研究ではですね、猫はですね、残念ながら、改善しているというデータは出なかった。やっぱり猫の場合はですね、散歩に出るわけでもなく自分で動いてきますし、散歩に出なければ、コミュニティを作るということもないわけでありますので、どうも、単なる認知症のリスクという点だけでいくとですね、犬は有効だけど猫はということになるわけであります。ただ、私がですね、常々申し上げているようにですね、別にこういうデータだけ見るわけではなくて、
人間最も何が大事かということはですね、要するに心地よさなんですね。心地よさ。だから、犬を飼うと認知症リスクが下がるんじゃないか。よし、俺は本当は猫が好きだけど犬を飼おうとかっていうのはいかんよということなんです。だから、犬を飼っていて、本当に犬を飼っていることが可愛くて、自分も心地いい、それに伴って散歩に行くのもあまり苦にならないっていう人は犬を飼えばいいし、仮に認知症のリスクが下がらないというデータがあるからといっても、私は悪いけども、昔から猫ばっか飼っとるし、猫大好きだから、ね、猫の、グッズなんか揃えるのも大好きなんだ、みたいな人は、それが心地よさを感じているわけだから、それはもう全然気にすることなく猫を飼えばいいんです。だから気をつけないといけないのは、そこでこういうデータが出たということで、ふらふらすることが、良くないよということになるわけであります。まあ本当に、たかが、ペット、まあ、今の時代たかがペットなんて言っちゃいけないんですけど、まあ、犬を飼う、猫を飼うというのはですね、本当に家族が一人増えるようなもんですので、とてもこういうことは、ぜひやっていかれるといいと思います。実際、外来なんかでもですね、やっぱりこう、先生、ペットが飼ってたペットが亡くなっちゃったなんて言うとですね、本当ペットロスみたいな感じでですね、落ち込まれる高齢者の方も結構いるんですね。で、まあ本人が年齢を考えるとですね、もう一回飼うのはちょっとやっぱり考えてしまうんだよねという。ただ、僕はですね、そう、まあ明らかにもう弱ってれば別なんだけど、やっぱ今の時代ってもう皆さん寿命長いから、まあ、もしその万が一のことがあってもですね、そのペットを誰かが飼ってくれるという、例えば飼い続けてくれる、例えば娘さんが飼い続けてくれるよというような、ことが可能であればですね、僕はもういくつになってもですね、仮にペットがお亡くなりになってもですね、飼い続けられた方がいいんではないかなと思って、まあ、この間もそう言ってですね、もう本当はやめるって言ってたんだけど、まあでも誰々さんまで元気やから大丈夫じゃないって言って、もし娘さんが許してくれるなら買ったらって言ったら、ただ、まあ娘さんも、私も好きだから、なんかあったら私が引き取るからいいよって、お母さん買えや買えやって言って、で、帰ったらですね、本当にすっかり元気になってしまってですね、ペットロスからもう帰ってこう、前よりも元気になるような感じで、先生、もう一匹欲しくなってきちゃったっていうんです。ちょっともう一匹はやめといた方がいいんじゃないって、ちょっとその時はさすがにこう、ちょっと抑えてもらったんですけども、まあ、本当に、ペット、まあ、心地いいもの、やっぱり人間って、こう、誰かのためにやってあげてるということになると、本当に、元気になるんだな、というふうに思います。まあ、決して、動物にですね、負担をかけることなくですね、お互いが、心地よいような関係がね、作っていければですね、本当に有効なんですよというお話を今日はさせていただきました。私は犬を、飼ってるけど、飼っててよかったなと思われた方、もしくは私は猫を飼っているけども、でもそんなこと気にせずに飼い続けるよと思われたような方がおられたら、ぜひ、チャンネル登録、いいねボタンを押していただければ幸いだと思います。まあもちろん、俺はペットなんか飼ってないけど、こういう話があるってことを聞いて、勉強になったなっていう方も、もちろん、いいねボタンを押して、チャンネル登録していただければありがたいと思います。